1941年の新鋭付近の鉄道路線図、保定線は台湾台南市新鋭区の新鋭駅から、かよし県、保定鎮を結んでいた台湾東行講師、新鋭総省が経営していた軽弁鉄道である。台湾日日新報の沿水港整湯客運線の記事3月1926年の地図。保定と前、東港の名がある。 補定駅は郊外に位置している。中間線のルートを選定するとき、かよから、祖文啓の間は、塩水港や新栄省を通るとされていた。当時、新栄から塩水を経由して、北門所に至る支線を別に建設し、輸送量不足を補うことが研究、議論されていた。しかし、この計画は、建設に至らず未成線となった。 新鋭塩水補定館の鉄道運輸は、間もなく、政党会社によって完成した。塩水港政党に属し、旅客輸送業務も行った。鉄道部の資料によると、新鋭省塩水港間5マイル3フィートが1909年5月20日に営業を開始する。これが、台湾で、初めての政党鉄道における定期、旅客営業路線である。そして、 同年3月4日の台湾日日新報によると、新栄省マイナス岸内省間の旅客営業列車は1日、4往復、運賃は、内地人は15銭、本当人は10銭とされている。1913年3月8日、営業区間を布袋口橋まで延長する。戦後、数度における改良が行われた。 当鉄新鋭駅はもともと大鉄新鋭駅の側にあったが、老朽化がひどく、1950年に100メートルほど移転し、現在に至っている。また、補定駅はかつて郊外に位置しており、住民などの要求によって、大事を行使所有の遠行鉄道を利用して、市街地に近い半路天駅まで750メートル、延伸したが、数年で廃止された。 沿線の各駅は建て直されており、大部分は日本統治時代の面影を残していない。本線は、期間 762mm の狂気鉄道であったが、新 A マイナスガム内間は、期間 1067mm の新規支線が並行して走っており、762mm と 1067mm の参線機場となっていた。 新規支線は大鉄の貨物列車の入線が、岸内まで認められていた。東鉄新鋭駅小前駅。補定線と、新規支線の三線機場が見られる、塩水駅新鋭マイナス小前、工作端前引く東、大志宮大志宮塩水マイナス岩内儀地区、古島安計量から前、東港大ぶり寮補定、半路店。ありがとうございます。